頑張れとさん、ハートありがとう。イーテレのお姉さんみたいでしょこの服。イーテレのお姉さん、リュウチュウ、イーテレのお兄さんだった。シュウヘタンかわいい、ありがとう。イーテレ、イーテレだっけ。たまたまくまたん、ありがとう。11周年、いやいやした、緊張する。イーテレのお姉さん、昨日ぶり、お、じゅんさん X フォローしてくれたの嬉しかったよ、ありがとう。わらやまさん、くまたん、ありがとう。外れた、あ、いこたん、お、よしこたん、ありがくま、え、かわいい、嬉しい。ラッパンさん、ウルトマトだよ。キュン、マーセさん、くまたん、ありがとう。そう、歌のお姉さん、ちょっとテラップ歌のお姉さんにしちゃう、ちょっと恥ずかしくなってきた。歌のお姉さんってことにしてください。よしいこたん、あつよしさん、もっくん、ありがとう。明日はさ、え、ゆっくんさん、嬉しすぎる。あちえさん、くまたん、ありがとう。あのぴーたん、くまね、くりくりね、詳細出ました、忘年会紅白みたいな。もっくん、やしかたん、カラムーンさん、ありがとう。神戸のヒッキーさん、くまたん、マーチさん、あちえさん、やしかたん、ありがとう。ありがくまん、チュラッペさん、だるま、ありがとう、嬉しい。有名なチュラッペさん、カンさん、ありがとう。チュラッペさん、ありがとう。そう、ラジオつぶやいててくれてて嬉しかった。リレイヤさん、くまたん、ありがとう。もっくん、ありがとう。カンさん、ありがとう。お、まっとうでー、まっとうでー、生誕祭、ガンバレットさん、ありがとう、とたありがとう。髪型みんなのどうしよう。ロリュウチュ、ツインテールもいいなって思い始めた。ツインテールもいいなって。ガンバレットさん、タンタン、ありがとう。ダースーさん、ありがとう。タンタン、ハート、ありがとう。ガンバレットさん、ありがとう。ユナイテッドさん、ありがとう。クマ11、ありがとう。レタラのカモメさん、コナンさん、ナリバーさん、ありがしいたけ、はるさん、ありがとう。お姉さん、自力、お兄さん、コーラさん、ありがとう。最善から、あ、嬉しい、嬉しすぎる。ツインテール、ストレートヘア、そう、ストレートヘアにしようかなって思ってる。タンソンさん、ありがとう。 XYG さん、ありがとう、嬉しい。くま、やちたん、くま、あー、こうへいさん、くま、高めでお願いします。高め、高め、どうしようかな。やしかたん、ありがとう。やちたん、かなさん、ありがとう。たっちゃんぼうよさん、たんさんさん、つきちゃん、ありがとう。やちかたん、ありがとう。つきちゃん、ひろさん、しへたん、セラマンダさん、ありがとう。こんばん、え、嬉しい、赤ちゃん、ありがとう。
ドキドキしてるよ明日。チュトシさん、水平さん、ラパンさん、映画クマ、ハートちゃん、ペンライトありがとう。ヒラさん、リンボスターありがとう。で初心に戻ってストレート、え違う、嬉しい、コーラさん嬉しい、犬ちゃんさん、ありがくま、ワンワンワンじゃないワン、くん、犬ちゃんありがとう、しへたはったありがとう、ワンやし方ありがとう。ね、みんなの髪型決めなきゃ、別に自由でもいいと思うんだけど、ドラクラさん、セッタシさん、やし方ありがとう。ルシーチさん、嬉しいことありがとう。リリンヤさん、ありがとう。夢中に夢中、あれはい、ナンバーズ、え嬉しい、全員高めついている。ジャガさん、タンポポさん、ありがとう。ね、最後悲しすぎるよ、実感が湧かない。犬ちゃん、ハートありがとう、ワンありがワンありがとう、ワン犬ちゃん、ハートありがとう。ゆういちさん、ありがとう。りゅうち、お疲れ、お疲れ様。誰だろう、リエチ、めっちゃそわそわしてる。お手紙誰からだ、カズくんさん、ゆうちさん、ありがとうございます。シヘタ、ありがとう。そわそわしてる。キラキラ百投げ、ありがとう、アツシさん。アツシさん、ラプタン、ありがとう。法的に好き、こんばんは。法的に好き。タナさん、ユキさん、ありがとう。お手紙僕でやるやつ。サイン会かわり。ありがとう、活躍サイン会かんばん。ありがとうございます。嬉しいよ、みんなありがとう。アツシさん、ヤシさん、ありがとう。嬉しまれたるウィンクさん、ありがとう。サミルクさん、もっくん、ありがくま。ね、迷う。明日。嬉しい、売れトマトだよ、売れトマトだよ。ワン、売れトマトワン。チパングさん、ありがとう。かわいい、ありがとう。うん、リアチュー通信来た。時差があるみたいだ。あんまり、お。ちゃんさん、なるほど、ありがとうございます。リエチュー、とても使わせていただいております。本当にありがとうございます。売れトマトでした、とても使わせていただいております。今日も来ました、着用させていただきました。チパングさん、ありがとう。完売、ありがとう。よしこたん、ありがとう。チパングさん、よしこたん、ありがとう。嬉しい、アムデの、めちゃくちゃ嬉しい。土方、ありがとう。よしこたん、ありがとう、くま。NM 劇場で会えますように、ありがとう。周平たん、さきょうさん、くまたん、ありがとう。サイミルクさん、ありがとう。ひらちゃさん、ありがとう。
チスナリンボスターありがとう。ウレトマトシヘトありがとう。カレーうどんさん、くまたんありがとう。ナピータン11。でもリエチはおそらくストレートかな。ストレートかここ編み込みしたりどうしようか迷ってる。お4列目嬉しい。リア中華マン、リア中華マンこんばんは。リア中華マン、おじゃまるさんありがとう。ソリーチどうしよう。おじゃまるさんありがとう。あ、ハセコ、あ、嬉しい。ウレトマト、うーん、なんじゃこりゃ。タワー、待って、前回のタワーの例も。あつしさんありがとう、嬉しい、ありがとう。タワーだ、ありがとうございます。ちょっと前回のタワーの例も兼ねてやらなければ。ありがとう、うん、ありがあつしさん嬉しい、ありがとう、嬉しい。パチパチタワーサポーターさんありがとう、嬉しい。虹色473ありがとう。三つ編み、確かに三つ編み、嬉しい。あつしさんありがとう、嬉しかった、ありがとう。行きたいと思ってる、来て欲しいけど。ヨシクタン、リリアさんありがとう。ミーポの最後の、なんか実感湧かない、実感が湧かなすぎて冬湯。リアチュンね、本当に本当にそう思ってる、本当にリアチュンに会いたくて。ディディジュンさん愛学番、実感が湧かない、本当にいなくなったら気づくんだろうな。かわいい、嬉しい。一貫さんお疲れ様です、緊張して、ありがとう。ゆういちさんやばい、緊張緊張、そわそわ。メンバーからだと売れトマト、メンバーからお手紙が来ると嬉しいな。明日、もうリア充の生誕のために、ヤシさん、イトシさん、ユージ、コジチュウさん、ありがくま、早いよサイン、嬉しい。現地観覧、いとしさんありがとう、もっくん、しゅう、しょういちさんありがとう、ありがとう。歌のお姉さんみたいな服着てるでしょ、リアチュ。明日、何列目にいるの、メールくん、しょういちさんありがくま、楽しみだね。 M さんありがくま、会えなくなる、そうだよね、寂しい。レッスン場にいないのが寂しい、いつもレッスン場で、いつも近くにいて、いつも近くにいるから寂しい、いなくなっちゃう。リンガン、よしよしよさん、ありがくま、嬉しい。明日も声は、嬉しい。ゆういちさんと会えるの楽しみ、来ないかな、あやみちゃん来たら死んじゃう、リア中。よしよしよさん、リンガーありがとう。がんばれっとさんありがとう。愛くくま、嬉しい。プライベートで B 列の、お嬉しい。他の子ばっかり見ないで、他の子ばっかり
みんな見てるよ。他の子に目移りしないしてないか。よしよしよさん、頑張れってさん、たけさん、ありがとう。くまくまちゃん、ありがとう。ありくま、ありくま、けっしゃんさん、ハットありがとう。ガクガク、ガクガク。よしよしよさん、ありがとう。たけさん、ありがくま、ありがくま。直視する？本当に？見てるよ。たけさん、あのピート、ありがとう。安心？怪しいな。リュウチュウがふとみんなのこと見たときに目が合わなかったら、あ、あ、それはそれは、もしリュウチュウが不意に見たときに目が合わなかったら最後のお見送りで取り締まりです。 JR 久米さん、たけさん、ありがくま、たけさん、ありがくま、ひーちゃん、よしこたん、ありがくま、たけさん、ありがとう。レインボースター、コビのヒッキーさん、ありがとう。クリスマスソングか。なんだろう、中高デリジュさん、ありがとう。家中全集中、本当に家中警察、梅さん、ありがとう。取り締まり任せて。お手紙楽しみすぎる、緊張しちゃう。リエチュウしか見えない。いやいや、いや、みんなのとこに言ってるな。本当にリアのこともっと見てて。親方さん、高政さん、ありがくま。え、ダメ、やめて。一個だ、本当に良くないよ。本当にリエチュウ来てくれなきゃ。知らない。梅さん、ありがとう。オケラジの、お、本当に。オケラジ何の曲だっけ。ガン見してて睨むみたいな。サイアンさんと出たけど、まあ、そんなこと聞かないでください。そんなこと聞かないで。どっちも好き。困っちゃう。熱熱熱。みー、ありがとう。やすさん、えみさん、ありがとう。楽しい、本当に。チューリしか見ない。え、あ、チューリ、あ、んん、あれあれ。ムーツさん、たけさん、ありがくま。リンゴが言ってくれるの待ってるよ。リンゴ、リュウチュウのえ、リュウチュウ頑張ります。ひみっこさん、ありがくま。よしべー、ありがくま。よしよしよさん、ハート。お、僕はやってきました。え、リーチ大好き。声を出そう。リーチ大好きなの。この部屋で語っても意味がない、意味がない。熱い壁打ち破り。よしよしよさん、ありがとう。に愛する、嬉しい。もっと愛してください。クリスマスマーケット誰で聞きか、え、そう、危ない、危ない、危ない。内緒って答えました。今年リュウチュウはコケラジで、リュウチュウは誰とクリスマスマーケット行くのって聞かれて、え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 、でもひなさんがリア中に誘ってもらえるように頑張るって言ってくださったので、まひなさん誘いたいな。僕はやって気も心配できる。エムたちさん、ありがとう。リンボスタン、タンポポさん、ありがとう。チェックしてません。ほん、本当にリアチュー見てるよ。梅さん、やつめ、ありがとう。マクフライさん、ありがくま。うねたまたん、ヒロリンハットさん、ありがとう。優しくしてね。いいよ、ミーボーなら。えなちゃん、ありがとう。
手巻き寿司、そう手巻き寿司、手巻き寿司、エンプス3コマありがとう、みんなチェックしてるよ。楽しみだけど緊張する、緊張する、リエチオ視力いいと思います。でもなんか今の目この目、なんか今どんな目してるか分かんないけど今の目は見えない、だけどこうしたら見える、こうしたら見えない、こうしたら見える、こうしたら見えない、こうしたら見える、なんか不思議なんだよリエチオの目、こうしたら何も見えなくて文字とか、こうしたら見えるの、こうしたら見えなくて、こうしたら見える目、なんか変わってる、こうしたら見えないけど、見えないけど全く今の状態見えないけど、こうしたら見える、変わってる目、変わってない、ダムダム、エリマクマ、ヤシクタン、ヤシタン、リングトン、たぶんたぶん、あ、老眼もう早い、老眼これから楽しかった、お仕事大変なのにありがとう、嬉しい、楽しみ、幸子さんに会えるのリエって楽しみすぎる、梅さんありがとう、老眼早い、この目したらもう多分顔もぼやけて見える感じ、この目何も、でもこうしたら見える、うん、不思議な目だ、アイオニズムさんありがとう、サチカタまだ6戦、サチカタありがとう、遠いとこから嬉しいよ、ミニ、え嬉しい、とっちゃんばやさん楽しみだけど、アイオニズムさんありがとう、他のメンバー見て、いやリエチはこの今の普段の目してるのでこれは大丈夫だけど、こうしたら見えないけど普通にこうしてたらめっちゃ見えるからペンライトの色変えたのもバレるからね こんばんは、まつげ、お瀬戸内シート、お実は僕 DD なんです、あ DD 好きで言ってください、 DD でもレイチのこと、神戸のひきさんありがとう、瀬戸内さんありがとう、ペンライト色変えたらすぐバレるよ、変えてる瞬間も見てるよ、うちはバレる、バレちゃうよ、全部バレてる、ディティジュさんありがとう、生誕祭まだまだ皆さん当日券出るか分かんないんですけど出たら皆さんお待ちしてます、生誕祭来てくださると嬉しいです、初見の方もお待ちしてます、明日広島クラブクアトロで行います、ぜひ来てくださると嬉しいです、リエチコールありがとう、嬉しい、お12本持ち、お206に、あ困った、 DMM ありがとう、えそうね一気に寒くなっちゃったね、なんかねそう一気に寒くなった、なんか今日あのお仕事だったんですけど、お仕事バス乗ってたら隣のおばあちゃんに話しかけてなんかおばあちゃんが急になんかリエチューがあのスカートでいたんですよ、そしたら寒くないみたいに言われてで寒くないんですよ大丈夫ですっていう話をして、
で最なんか最近なんか世間の話になって、なんか政治がなんちゃらなんちゃらって全然聞き取れなかったんだけど、政治の話し始めて、あ待って、あなんて返せばいいのだろうってやつ勉強できないから政治のことあんまよく分かんなくて、ニュースも最近あんま見てなくて、何のことだと思ってそう困った今日。でも値上げの話しました。最近ね本当にキャベツとかねブロッコリーとか値上げして、お米とかもね値上げして本当に困っちゃうよねって話を、おばあちゃんがお米ね高いね、そうお米ね高いね。でそのおばあちゃんのおばあさんの旦那さんがね、なんか動物生き物が好きでね、ウサギから猿とかニワトリとか飼ってるんだっていう話を聞きました。でねニワトリがね卵を産まなくてね、そうそれでも卵を産まないから餌代だけかかるから、なんていうのニワトリをもう処分というかニワトリをねもう天国にね連れて行こうとしたその翌日に卵を産んだっていうね奇跡のストーリーを聞きました。そうニワトリさんの前でもう明日は卵産まないし餌代だけかかるからもう明日から天国だって飼い主さんが言って、そしたらその翌日になんとニワトリちゃんが卵を産んで天国回避したそうです。青森さん、大森さんありがとう、ゆしたん、くまたんありがとう。そう難しかった。とみたんありがとう、ピンクのくまさんありがとうCD 大人トックありがとう。ソネリチクアイズジ、そう結構アイズ、なるほど。そう猿飼ってるらしくて、そう結構話しました。そう絵もうまくてね、そう絵がうまくて、そうニワトリは刺したのよ、知ったら翌日に。そうこんばんは W、 こんばんは W、 ニセコ EXP さんありがとう、イワちゃんありがとう、カジクありがとう、パンクちゃんね、ニワトリってね通じるんだね、レジびっくりしちゃった。お次さんありがとう、なんかねいろいろ話しましたよ。そう芸術がね、芸術を旦那さんが絵が上手くて、そう虎とか描いてるみたいな、それでその孫3年生なんだけど、孫もね血を引いたんかわからないけど絵がうまいんだよって教えてくれたお3個すごい、さとしさんありがとう、なんか虎描いたかね。あと何の話したかな、サインカバーありがとう、ありがとう。でもなんかすごいほっこりしました、りあちおばあちゃん大好きかも、とてもおばあちゃん大好きかも、りあちおばあちゃんと気が合うかもしれない、同級生より
ね、本当にね、その時すっぴんだったからね。あー恥ずかしい、どうしようって思ってて。あーモジルさん、ありがくま、いいこと、ありがくま、えいえい、うん、そうりゅうちゅ、そう、お話し会何倍、ね、本当に何分ぐらい、15分くらい話した気がする話すスピードが、そう、めちゃくちゃ私のおばあちゃんに似てた。なんか和菓子まんじゅうが好きなのと、あの花が好きなの、とても似てた。ふとおたふとおた、15分って何枚だろう。15分、まんじゅう、そう、あんこが好きらしくて、おはぎ好きなんですかって聞いた。わ、おはぎはこうやって、あ、じゃあ二重焼き好きなんですかって聞いた。うん、あれあれと思って、あんこが好きって言ってたからね、りゅうちゅおはぎとかよく食べるんですかって聞いてたら、ううん、おはぎは食べなくてね、あ、じゃあ二重焼き食べるんですかって聞いた。難しかった。何のあんこだろう。60枚分、すごい、60枚、おばあちゃんと話しました。60枚分、おばあちゃんと話した、楽しかった。ガタリさん、えじゃあ何くん、え、なんか、え、もう困っちゃって、もう無言にしましたひろっくさん、いくと後日請求来る請求書。あと何の話したろう。あ、なんか娘さんがパン作ってるみたいな、パンとか作ってるみたいな。小麦が最近高くて、小麦もでパンも値上がりしててみたいな話して、そうすればね、娘今あんパンとか作っててみたいな、家で作ればいいんだけどねみたいな、おばあちゃんが自家製するのもね、そう、お家で作ってね、コストとかね減らそうとしてんだけど、おばあちゃんなってくる。うん、めちゃくちゃほっこりしました。レシもパン作る、いや、リュウチュウずっと聞いてました。うん、なるほど、そうですよねって、楽しかったよ、ほっこりほっこりほっこりしました。握手してないよもうこたつ出したのって、こたつリア中のうちは出してないです。ほっこりほっこり、なんかリア中お茶飲みたくなっちゃってきちゃった。めちゃくちゃ温かいティーパックの飲みたくなってきちゃった。なんかおばあちゃんになった気分。なんか、あー、なんかまんじゅう食べたいな、まんじゅう食べたい。おばあちゃんから、え、でもおばあちゃんからまだ結婚してないんでしょって言われて、はいって、それで最近ね、本当にうちの周りでもね、独身が多くてねみたいな話を、出会うとこはねあまりないよねっていう話をおばあちゃんが法的にね、ちょっと私はまだね高校1年生でした。
そう、結婚してないよねって聞かれて、アプリで会える。法的におばあちゃん通じるかな。そう、言おうとしたけど危なかったよ。さすがに法的に無理は出なかったよ。そう、あ、メルク結婚して法的に無理。さすがに毎日休暇。おばあちゃんびっくりする、話についていけなくなっちゃうよ。いたしさんありがとう。おばあちゃんついていけなくなっちゃう。そう、おばあちゃんベレー帽かぶってて可愛かった。で、ちゅベレー帽ねかぶりたいんだけど、なんか似合うか分かんなくていつも買えないんだよね。前お店に行ってベレー帽買おうかなと思ったんだけど、似合わなかったらもったいないなって思いながら、そう、リュウチュベレー帽勇気が出ない。ベレー帽似合うかな迷う。おばあちゃんかぶってて可愛かった。そう、ベレー帽かぶってた。ベレー帽可愛かった。そう、可愛かったよ。夏好きかも、おばあちゃんのユニット。絶対本当にバケハ欲しいね。ウリチュ帽子1個というか、あの同じやついつも、でもなんか今持ってるあの帽子はすごいなんかもうガーリーな服には合わないんですよ。なんかすごい、なんて言うんだろう、なんだっけ、なんだっけ、なんかもうスポーティーみたいな帽子だから、そう、だから可愛い服に似合わなくて、可愛い服用の帽子を買いたいんだけど、そう、ニューエラ、うん、そう、ニューエラの帽子かっこいい系だから可愛い系の服に似合わなくて、そう、CD 何枚？60枚です。60枚。ピンクの帽子リア中ちょっと外ではあれはもうかぶってないかな。リアチタンありがとう、ガチャピンさんありがとう。でも多分処分した気がする、結構なんか結構昔のやつだから、そう、断捨離かな。ガチャピンさん、クマタンありがとう、おいもタン本当。あ、そういえばプレゼントが届いたので紹介したいと思います。わーい、何色、うーん、帽子ってむずいよね、結構種類が。ガーリーな服にね似合うやつだったら嬉しいんだよ。それではちょっとプレゼント紹介する、プレゼントかな、じゃん、ひとしまめ、じゃん、突然始まりましたプレゼントコーナー、じゃん、シナモン、シナモン、クスリッパありがとう、ナイテッドさんありがとう、嬉しい、すごい、スリッパ寒いこの時期にとてもぴったりだ、シナモンのスリッパ、シナモン
ルームシューズかな。ルームシューズでもリエチュね、スリッパいつもさ履くんだけど、なんかいつかなんかいつもなくしてる家の中でいつもねどこかで脱ぎ捨てちゃって、服着替える時とか。シナモン好きだよ。そう、一品目シナモン、そして二品目はちちちちちちちゃん、おぱんちゅーん、おぱんちゅーん、嬉しい。もうリエツヘアクリップ好きなので、おぱんちゅーめちゃくちゃ大好きなんですよ。なんでこんなリエツがおぱんちゅー好きなの分かったの？本当に嬉しいよ。リエツがおぱんちゅー好きなの嬉しいよ、嬉しいよ。一個三夜さん、いやこれはちゃんとね自分もらったやつなので、三夜さんにもしねあのあげるとなったら自分で買いますよキャラクターもディディ、うん、そんなことないよ、そんなことないよ。おパンチュ、おパンチュ、先履くの履かないの、履くの履かないの、履いてるんですけど。おパンチューありがとう、嬉しい。そしてじゃーん、メガネクリーナーなんかメガネクリーナー届きました、嬉しいですメガネクリーナー、メガネを置きたいと思います、安心してください。いや、そう、おパンチュそれじゃない、おパンチュは履くの履かないの違うもん、違うもん、いや違う、そっちのそっちじゃないから、おパンチュ、おパンチュくんかわいそうだよ、おパンチュくんそうじゃないおパンチュくんは履いてますよじゃないよ、それ別人だ、別人だよ。ちょっとメガネクリーナーちょっと出してみよう。え、すごい、メガネクリーナーいいね、スマホとかも拭けそう。お、書いてる、スマホ、スマホ、ありがとう、スマホ拭ける、嬉しい。そしてそしてなんと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 、パジャマ、じゃ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 ん、パジャマ、じゃじゃん、パジャマ、嬉しい、ありがとう。ジェラピケのパジャマで、ち本当に冬のパジャマがなくて去年捨てたので全部、嬉しかった。でもこれはしかもリエチュジェラピケのパジャマとても欲しかったので嬉しすぎました。パジャマはいくらあっても嬉しいので本当にありがとうございます。いや、ありがとう、コンとても嬉しい、嬉しい。そしてなんともう一品、パジャマ、じゃ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 、パジャマ、かわいいパジャマ、これもジェラピケのパジャマだ、かわいい、リュチ似合うかな、これをもこもこ、これ着て寝ます、すやー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 、パジャマふわふわ、お、フード付きだ、ありがとう、嬉しい、パジャマ嬉しいよ。そして、そして、
して。元成さん、じゃん。写真集、サイアンさんの写真集と千穂さんの写真集が送られてきました。嬉しい嬉しい。リア充の推し様、推し推し、リア充の牛推しだよ。リア充サンヤンさんと最近、リア充サンヤンさん最近好きすぎて本当に毎日会いたいくらいです。本当にやっちゅう最近好きすぎて毎日会いたいぐらい本当に。あの前遊びに行った余韻にまだ浸れてます。とやだよって。そう。まだね。あの余韻にひたひたしてる。ピタピタ。余韻にひたひた。サイヤさんの好きなとこは全部です。サーニャンさんの好きなところは優しくてとても可愛くて本当に一緒にいてなんかすごいほっこり、なんかとても癒すいです。なんか空気が穏やかで過ごしやすいです。本当に世界で一番過ごしやすいかも。うわいや、うん、マイキューさん、マイキューさんもずっとね大好きです。恋しちゃってるかも。あきさんもね好きです。あきさんもね前会った時に YouTube 別れるの寂しくてもう最後に泣いちゃって、本当に別れが一番辛いね。俺の締めは DD です。 DD ですよ。ふさん、アナウちゃんとかひびきちゃんとか泣いてる動画、動画なんてあったの？嘘、動画なんてあったんですか？動画なんてあったんですか？恥ずかしい恥ずかしい。寺月さん、ノブロさん、あいかったん、ヘッダー毎月変えないと、毎月買います。いやそんなことはしないよ、そんなことはしないよ。あ、ファンクラブ、あ、やばい、恥ずかしい、う恥ずかしい。あー DD 枠開けなければ、あ4期の、え、あれ4期に行こうとしてる、もしかしてウェイマンさん、リアチュのとこはスルーして4期生のとこにDD 枠を開けなければ、メンバーごとに名前書いてく、メンバーごとに名前、4期募集しちゃうのかな。ホフマン聞かせ、法的に無理。命行きたい、命でどうかな。
もっくん、きげじい、しんちゃん先生、あいかくま、ありがくま、みんな4期生に映らないようにだけよろしくお願いします。リュウツ毎日見てます、みんなのこと。 X もハッシュタグつけなくても見てるよ。ハッシュタグつけなくても見てるよ。だからみんなダメだよ、本当にダメだよ。僕らのクラさん、ありがとう、くまたん。俺のこと見て、見てるよ。見てるよ。固定ツイートが佐々木舞香ちゃんだったっけ。私の推しの佐々木舞香ちゃん。ダメだよ。ダメだよ、みんな。うわ。ダメだ。逃げ足早い。ダメだ。ほんとに。悪い子だ。説得力あれ。いや、自信あります。いや、そんなことないよ。なんか誕生日用の X ありましたよね。リンゴ見てるよ。熱い熱い熱い。あっちゃんさん、みんなと18人ぐらい。お、やちた、ありがとう。KLPA？ KLPA？ あ、アインストール、あ、逃げた、逃げた。めちゃめちゃ見てるよ。もっくんの固定ツイートも知ってるよ。記念、あれ、本当に見てるよ、本当に見てるよ。本当に見てるよ。本当に見てるよ、みんなのこと。命をします。命入ってくれるかな。見てくれるか、入ってくれるかな。カールさん、ありがとう。リアさん、リアチューって呼んでください。リアチューって、リアチューのヘッダー知ってるよ。何ですか。発表されてる。そうです、もうリュウチュー実感が湧かないからこんな元気でいられます。姉妹でリュウチュー関心会見てるよ。ウェーマンさんの固定ツイートも知ってるよ。リュウチューなんでか知ってる、わかんないけど、なんでだろう、見てるからかな。なんで、あ、やばい、あれ、バレてるよ、バレてるよ、みんなバレてるよ。おすすめにポスト、え、それもあるけどね、普通に見に行ってるよ。え、固定、え、それプロフィールは結構見るんですけど、プロフィール見た後になんかリプのリプのとこをして、誰にリプしてるんだろうってたまに見てる。自分し、みんなそんな油断してたら、油断大敵だよ、油断大敵だよ、本当に油断大敵。え、でもワールタン、なんか TikTok 2.5 期と3期の動画上げてるの見た気がする。なんだっけ、必然性上げてた、見た気がする。いや、あれは見ようと思って見たわけじゃないんだよ、本当に。そう、なんでだろう、見ようと思ったわけじゃないんだよ。なんか勝手に手が動いてる。だからみんなバレますよ。
4期生のとこ行ったらダメだよ。リプランね、みんなのとこに返信しててびっくりする時もあるよ。もうみんなにリプしてるの。DD だ、 DD だ、 DD デューさんありがとう、ロキティさんありがとう、ダースーさんありがとう、あ、ありがとうじゃない、ガッツリアジュしてるよ。あれ、ダースーさんのプロフィール見たことある気がする。なんかかなおちゃんに抹茶の情報を提供する人に書いた気がする。デュージュの正しければ、ヤクルトのキャラクターだった気がするよ。3期に、お、うわ、もう行く未来が見える、ウエマンさんの行く未来が見えるよ。もうリア充にはかすりもしないで4期に行っちゃうんだね。ね、未来が見えちゃう。あ、熱熱熱熱です。リエチの数って、でも4期に行くから、本当にもうリエチ見てよ、ウエマーさんの行動が気になる。4期生のとこに行くかちょっとチェックしようと思います。4期生のオーディションから始まった頃ぐらいに、ウエマーさんのリプランと普通のランと全部見ます。あっちあっち最後の気がする。本当にうん、固定監視いいね。リエチュに捕まってしまいましたか。もっと捕まってください、抜け出そうとしないで。ナンタンありがとう。リエチュほど魅力的になったら、本当にリエチュ魅力的なんて、サンキちゃん、あーダメだ、あつあつ、スターツミニマカランさんありがちだけ、ありがちだけ、9時半ありがとう。そろそろリエチュ壇上を見もうかな、足がビリビリ。明日はセンターさんよろしくお願いします。本当に緊張してリエチュ寝れない、緊張する。沼はリエチュの気がするね。もうずっと監視してるから覚悟しておいてください。その時はあよにさん、かまたん、ありがとう。お仕事で行けなくなったら会社辞めないで、ワールタン気をつけてきてね。あ、嬉しい、赤アフロお兄さん楽しみにしてます。髪型夜しか寝れないかも。楽しんで、ありがとうマクフライさん、楽しもう、ありがとう、平日なのにみんな来てくれてありがとう、マトだよ、ありがとう、まつげのおつげさん、自信を持ってね頑張ります。有給、うー、ありがとう。6人、あ、もう、あ、圧確定です。もう知らない、明日ファイトね、ありがとう、頑張る、
頑張ります。それでは壇上を読みたいと思います。13位、あつやしさん、ありがとうございます。12位、もっくん、ありがとうございます。11位、やちたん、ありがとうございます。10位、いぬちゃん、いぬちゃんワン、ありがとうございます。きりたむたむ、ありがとうございます。8位、いっこたん、ありがとうございます。7位、がんばれたさん、ありがとうございます。6位、神戸のひっきーさん、ありがとうございます。5位、よしこたん、ありがとうございます。4位、エムタスさん、ありがとうございます。3位、オノピータン、ありがとうございます。2位、リレイヤーさん、ありがとうございます。そして1位はデデデデデデデン、アツシタン、アツシタン、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、みんな見てくれて。10、ありがとう、見てくれて。ありがとう、ありがとう。目合わせ見て、違うとこ見てたら知らないよ。めちゃ、え、嬉しい。みんなたくさん目合わせようね。ドキドキ。頑張ります。明日生誕祭頑張る。ありがとう、みんな楽しめるかな。泣いちゃいそう。ありがとう、バイバイ。寒さに気をつけてください。バイバイ。